ケ徳トチンの白字、ベルリン東洋美術館特化用の白字、香港芸術館白字とは、白素地に無色の釉薬をかけた時期の総称である。ケ酸とアルミニウムを主成分とする白色の粘土の素地に鉄分のない植物灰と香料石から生成された透明釉薬をかけ、高温の還元塩で焼き上げて作る時期の一種。また、青白字とは白字の一種であるが、 特に有役が、文様の溝に溜まって、青みを帯び美しい水色に見えるものを言う。青白字は、壮大の慶徳鎮さんの名品や香炉、パチ、水差しの有品がその典型例で、宮廷や日本では大名クラス以上の人々に珍重された。なお白字や、青白字は日本において、色の表現としても使用されている。 通説では、起源は560から570年代の北西に遡ると言われ、政治の製造技術の完成とともに発展し、北宋時代の定用で白磁の名品が多く作られるようになった。しかし2009年、中国、河南省安洋市安洋県の西高穴二号墓で、発掘された窯が、2019年、調査に当たった東京国立博物館の研究チームによって、 白磁の特徴を備えていると発表された。曹操は五感末期の人物であり、事実ならば起源は300年以上遡ることになる。1000年頃、慶徳鎮にて微量の鉄分を含む釉薬で焼く青白磁が盛んに作られ、東、アフリカまで輸出されるようになる。現代後半になると、慶徳鎮用では青の染め付けをあしらった成果の製造が始まるが、 下地は白地である。新代に入ると、慶徳鎮だけでなく各地の窯で白地の量産が行われ、一般の日用品として広く普及した。白地の製造技術が日本に伝来したのは、16世紀、五郎と言われ、文禄慶長の役に際し、朝鮮半島から来た東稿によってもたらされたという、定説になっているが、それ以前に、各地の養業地で蘇生の白地の生産が、 試みられている。そして、1616 16年頃ろ全国有田の泉山で白磁に適した地層が見つかり、李三平によって白磁が製造され定着した。また当時の状況として、白磁の技術は染め付けの素地としてもっぱら利用されるようになった。幕末の文化、文政年間頃には白磁や成果は日用品として普及することとなった。 明治に入って、京都の三代目、政府予兵が白磁の美を追求して一つの分野を開拓した。1709年にドイツのマイセンで白磁製造に成功し、その後各地で製造される。ありがとうございます。